Black building, a white building. You do your thing. クリエイティブあふれるクラスに潜入。バンゴッホのタッチをあなたにも。季節にまつわる旬な情報からニューヨーカーのリアルな生活、ローカルフード、話題のスポットまで、ダイバーシティのライフスタイルをお届け。ハングアウトニューヨークシティ。芸術家の仲間入り。世界的な画家のタッチが習えるペインティング教室をご紹介。マンハッタンのミッドタウンに位置する小さなビルに多くの人が入っていきます。この2階にあるのがオンライン予約がすぐ埋まるニューヨーカーに人気のペインティング教室。毎日いろんなクラスが午後から夜にかけて開催され、世界的な画家のタッチやスタイルを覚えたり、バラエティ豊かな技術が学べるのです。夜の時間帯は仕事帰りのアクティビティとして同僚と来たり、お友達と参加する人も多いそう。新しいアフターファイブの過ごし方なのかもしれません。持ち帰り可能なキャンバスと絵の具や筆は用意されているので手ぶらで OK。 We'll be the ones leading you through the painting. Who has never done a paint and sip or something like this? You could raise your hands. Alright, I'm here to tell you, if your painting doesn't look like this, that's fine, alright? Like these swirls, this yellow sort of horizon, and these yellow circles.アーティストとしても活動するインストラクターらがテーマに沿って教えてくれます。簡単で楽しく、ストレスフリー。眠っていたクリエイティブマインドが呼び起こされ、リピーターとなる人が多いそう。 Van Gogh is an impressionist painter. 印象派ゴッホのタッチでエンパイアステートビルディングを描きます。いざ生徒はペインティングに取り掛かると思いきや、教室でお酒を飲んでいる人たちが。あれ、インストラクターの先生も。実はこのクラス、お酒の持ち込みが可能で、飲みながら絵が描けるんです。リラックスした状態で取り組めば、思わぬアイディアが出てくるんだとか。ペイントは習ったことがないので、ちょっと不安だけど、一つの工程ずつ先生が丁寧に教えてくれるので、間違いなく描けるんじゃないかなって思います。少しはみ出しちゃったけど。This is my first time in New York painting. Yes, so much fun and painting with my friend. So. Oh, it's pretty good. I've never done it before, so it's simple. So it's easy to do, easy to follow. おや、顔を真っ赤にしたこちらの男性、ピンクで渦を描いています。好きな色で描いちゃうところがニューヨーカー。社交の間に加え、共通の絵を描くことでおしゃべりも弾みます。テーマは皆同じですが、クラスとお酒が進むにつれて少しずつ個性が。 Because I like the color pink. Same as your nail? Yes. I just think the I want it to be brighter because it looks more festive, lighter colors to me. 中には席を立って描き始める人も。真剣な表情。Don't be afraid to have some of the strokes like bounce outside the blue, you see? 全体の流れを見て1ステップずつ進むので、置いていかれることはありません。一方、渦をピンクに描いていた男性、今度は背景を黒に。 Oh, I'm drinking a Pinot Noir. Red wine. I'm very happy. Look at this painting. Wouldn't you be happy? こうやって境界線を埋めていって、なんとなくゴッホのタッチになってきた気がします。ダイナミックな絵を描く男性はもはや違ったアートの領域へ。最後に主役のエンパイアステートビルを描きます。紙プレートを使って垂直に。ラストスパートの描き込みに皆集中。正確な長方形って難しいんですよね。 Imagine 4th of July.So yeah, I was just like trying to give it like a firework look behind it. So like try to be like more colorful. I try to come at least once in a quarter. Empire Building に光を加えて窓を作ります。キャンバス全体に白い部分が残らないよう丁寧に描き込んで。仕上げにアーティストとしてのイニシャルサインを加えたら、思ってた以上にうまく描けました。世界に一つだけの私のペイントです。Team was supposed to be Empire State Building in Starry Night, but I figured be a little bit more creative and take a Lorax approach to the painting.
look, I work in marketing and analytics, so it's kind of boring. So this kind of stuff makes it a lot more fun. 完成した絵は専用の袋に入れて大切に持って帰りましょう。あとはみんなで写真の撮り合いっこ。ペインティングラウンジはニューヨークに計4カ所。ご自宅に自分のアートを飾ってみるのはいかが？